茨城県水戸市にアトリエを構え活躍するドレスデザイナー川澄信子さん。2014年4月にはジャンルを問わず自由な発想と独創性にあふれる作品が集まる女性の美術展第10回ベラドンナアート展で数ある作品の中から大賞を受賞しました。本当に私にとってもとてもいい経験をさせていただいた賞になりました。アート展ですからウェディングドレスの普通の白のウェディングドレスではなくてですね、もう素材からちょっとこだわりたかったものですから着物を使いました。で、私のアートのテーマがですね、受け継がれるもの、受け継がれるものっていうのは何かっていうと、私の中ではやっぱり愛だと思うんですね。私の祖母がうちの母にお嫁に来る時に持たせたという中振袖の古典柄の着物だったんです。それを形にしたのがベラドンナアート展の時に大賞いただいたドレスになります。ウェディングドレス、それからオーダードレスっていうお仕事を25年間ずっと続けてるんですが、そういうことをやってきたことが認められたんだなという、そういう思いになりました。ウェディングドレスの可能性を探る。何年も前なんですが、お母様がお嫁に行かれる時に、かけた打ち掛けがあったんですね。で、娘さんが結婚する時にその打ち掛けを お母様は娘さんにかけてあげようかと最初思ったらしいんです。ですけれどもドレスにすることもできるよっていうことをお話ししましたら、ぜひうちの娘にこの打ち掛けでカラードレスを作ってくださいっておっしゃられたんですね。そういうものを作らせていただいたのがきっかけで、着物はドレスとして生まれ変えさせようとするとものすごく華やかなものになるっていうことを知ったんですね。で、唯一無二の存在でもあるわけですよね。ウェディングドレスの白ドレスだけではない世界が見えてきたっていう最初のきっかけにはなったかと思います。ドレスのデザインをはじめ、なぜ茨城でブランドを立ち上げたのでしょうか。自分の結婚ですね。私はデザイナーをしていましたし、自分のためにドレスをデザインしようっても決めていました。で、そのドレスを自分のために作ったのがきっかけで、何人かそこからお友達にも作ってくださいって言われて、ドレス作りを始めたのがきっかけです。第一線でデザイナーをしていくっていうのはやはり大変なことなんですけれども、私はもう一つ自分の人生においてこれは叶えておきたいと思っていた、学生の頃から思ってたことがあるんですね。それは何かっていうと、赤ちゃんを育てることなんです。妊娠をしまして赤ちゃんを産み育てるのに、東京にいるのがいいのか故郷の方で育てるのがいいのかっていうことを考えたんですね。で、ちょうど主人も仕事上で転機がありまして、茨城に戻ってくるということになった。ちょうどその時に、赤ちゃんを産む時期になったんですね。それが茨城に戻ってくるきっかけでした。で、その時にドレス作りの方に特化しようと思って、ウェディングマリアというブランドを立ち上げました。茨城県の PR 映像用の衣装制作をされたそうですが、こちらのドレスはですね、そのタレントさんが宇宙人になってるわけなんですね。茨城まで、こんなに簡単に来れるよという、そういうふうなPR を兼ねた撮影になったんですけれども、本当のところ最終的に出来上がったドレスを着ていただくまで本当にこれがぴったり合ったものになったのかどうか、ドキドキでした。もう当日迎えて一緒にお召しいただいたのを確認してほっとしたんですけれども、本当に可愛らしかったです。可愛いって思いましたよ。この短期間のその目的のためにっていうので、もう集中してわっと作り上げていくんですが、今まではないこうエキサイティングなエネルギーがこう湧いてきて、もうガーッと作り上げたんですね。もうとても楽しいお仕事をさせていただきました。はい、なんか
こういうこともこれからやっていけたらいいなって可能性を感じました。シルバーであることは、まあ、一番連想しやすいなと思ったんですが、ちょっとクラシックラインにしたかったんですね。それでここにロールカラーというのをつけました。ちょっとレトロな感覚がここにあると思います。ウエストをちょっと絞りながらちょっとベルトをつけたっていうのも、ちょっと70年代レトロがここに何気に入っております。あとはちょっとこれは秘密なんですけれども、実はここのところにドレス仕立てっていう秘密があるんですね。ここは紐を通していきますと、こう細くもできますし、ちょっと広げることもできるという、ちょっとこういうものがここに隠されています。このあたりがオーダーならではかもしれませんね。今そしてこれからドレスを通して何を伝えていくのでしょうか。小学校の校長先生からお話をいただいたのがきっかけなんですけれども、子どもたちにもっとたくさんの夢を持たせたいという校長先生の思いがありまして、私は今小学校中学校に行きましてですね、ウェディングドレスを持って、子どもたちにそのドレスを着てもらい、体験してもらい、ドレスを着る楽しさと、それから幸せ感とを伝えていきたいなと思って、夢授業というのを時々させていただいてます。デザイナーとしての仕事っていうのは、本当に自分のオリジナリティっていうのを表現して形に残すものですから、全くの何もないところからもの作りっていうのをしていくんですね。それが形になる、その面白さと達成感、そういうことがやる気へつながっていきますし、子どもたちの夢へもつながっていくんじゃないかということで、そういう技術的なものもお伝えしたいなと思って、その活動をしたいなと思ってます。川澄さんにとってのドレス作りとは。ドレス作りは一人一人個性がありますし、一人一人の結婚っていうものに対しての思いがありますし、一個一個がドラマなんですね。お嫁さんに満足してもらうために、自分はこれで 100% 出し切ったと思っても、それでは足りなくて 120% 満足していただくためにということを心がけて、ずっとドレス作りはしてきました。そのために自分に対しての妥協っていうのは絶対しまいと思ったことと、それから責任ですね。責任を持つっていうのは仕事の上では当たり前のことなんですが、徹底的に責任を持つっていうことだけは、これはもう通そうと思ってずっとやってきました。何より可愛いお嫁さんを作って差し上げたいっていうのを心がけています。